ほらー、1月31日、1月が終わる日です。私はね、2月から今年というか、まあこれからずっと、まあ健康、そしていい体になるためにね、ダイエットプラス、あと体の引き締めをします。その前に美味しいものを、今自分がもう食べたいものをね、全部、まあ全部じゃないけども、食べきれないから、できるだけね、今日スーパーで買ってきました。今日はですね、この子たちのお葬式です。これからもう食べれなくなっちゃう。あの、週1回にチートデーはあるんだけども、まあにしてもこういうね、油物はもう食べれないので、ドーナツとか、まあ1個は1個とかね、食べるかもしれないんだけど、こういう油物とかラーメン、カップラーメンだったりとかね、こんなに一気には食べないじゃん。ということでね、今日はこれを一気に食べたいと思います。で、まずちょっと肉焼いてないんで、肉焼きますね。これオリーブオイル敷いて、オーマイガー、オーイエス。ということで、パーティーの始まりです。それでまず、この、まあこれ今回アルコールなしなんですけど、じゃあね、まず、じゃあ唐揚げ、唐揚げ食いたかったんだ。始まったらさ、ご飯もさ、たくさん食べれないよね。おいしい。やべ、次天ぷら。ちょっと塩取ってくるね。いつもね、プロタンとかさ、いろんなね、大食いの人を見るんだよ。だから俺もやりたかったの。まあ今回ダイエット企画みたいなの始まるんだけど、まず最初の1ヶ月は結構厳しめにやります。そうだよね。の別に。でも私はチートデイでもあんまり好きに物を食べないことにしたいの。うん、最初の1ヶ月は。で、何するかっていうと、まずまあ週4回ジム行きます。ちょっとラーメンいただいちゃっていいですか。私の大好きな蒙古タンメン、本当にカップラーメンが一番好き。週4回ジム行くんだけど、その他にも2人でね、キックボクシングとかね、そういうのにも行きたいなって思ってる。辛い。マジで美味しいわ、これ。本気で美味しい。食べる？これ食べたことない人はマジ食べてほしい。じゃあ次はね、あったかいうちにこれ食べようか。ちょっと箸で申し訳ないんだけど。うわ、柔らかいべ、これ。柔らかいやつよ。あ、嘘。やばい。あ、これ、ナイフでやっちゃいけないやつ？傷ついちって。本物の石じゃないじゃん。柔らかい、この牛タン。スーパーで買うときはね、だいたい薄い牛タン買うんだけど、今日は厚切り牛タン買ってきました。次にたこ焼きいきます。俺ね、やっぱ銀だこ大好きなんだよね。今回銀だこみたいに揚げてないんだけど、うまっ。じゃあ次このフライいきましょう。おいしい。そんな最初辛くないかなって思ったら、後から来るやつだ。おいしい。どうした？顔やばいぞ。顔がやばい？生まれた時からこの顔だよ。もう焼肉もね、もういけなくなっちゃうからね。やばいよね、もう家でさ、ひたすらさ、鶏肉食べなきゃいけないから。誰がそれ決めたの？なんでそんなつまんないダイエットすんの？でも、最初の1ヶ月だけは、ちょっと厳しめに。絶対、飽きちゃうよ、それは。だから1ヶ月なんだよ。1ヶ月の後は、ジムとか通いつつ、好きなもんもちょいちょい食べるようにするんですけど。もう天ぷらも食べれなくなっちゃう。この天ぷら触った時だけで気持ち悪くなった。でもそれの気持ちはわかる。最近は私大丈夫だけど、去年の時は天ぷらの匂い嗅ぐだけで気持ち悪くなっちゃいました。こういう油も見るだけでね、油の匂いがダメだよね。で、今は大丈夫、今は全然大丈夫。はい、鶏皮。あ
鶏の皮はね、非常に脂質が多いんですよ。ここカチカチになっちゃった、この鶏皮。私、ドーナツ詰まってる。何、あんた食べるの？ワンバイト。あんた、買った時は食べないって言ってたじゃん。食べたいの？我慢できない、クリスピークリーム。うん、今体重ね、去年のダイエット企画からプラス7キロぐらいになってるから、去年のダイエット企画の分全部なくなった。今ね、90キロぐらいあると思う。やばいよね。うん、こうやって毎日食べた。この油がたまらんね。こういうスパイシーチキンって本当に美味しくない？この中で一番何が美味しそうに見える？ドーナツ。ドーナツ以外で。牛タン。気持ち悪いおっさんみたいになっちゃってる。ほっほっほっほ。ちょっとね、ここで味変を加えます。柚子胡椒。みんな何をつけますか？塩だけですか？カップラーメンはでも久しぶりに食ったわ。1ヶ月前に食ったわ。2貫目いきます。おっと、ラスト2切れのこの牛タン。オーマイガー。ラスト2切れのこの牛タンはわさびと柚子胡椒でいただこうか。うまっ。お腹いっぱいになってきちゃったな。あー、たこ焼き紅しょうがないとダメだわ。まっぽばばばばは。おっ、まばばば。あー、ここなに。ここへん、へんわわ。熱くて死ぬわ。ご飯は一粒も残しちゃいけません。こちらのね、天ぷらと唐揚げ、残したいと思います。こちらちょっと後で食べましょう。ちょっとオイリーすぎたね。でもこんなオイリーなものを一気にこんなバーって食べたの久しぶりだと思うんだよね。今日の夜お腹壊しそうな気がする。絶対夜中とかに何回もトイレ行くかも。なんでそれいつもすんの。ラーメン完食。ふぅ、ということでね、デザートに参りましょう。デザートは別腹です。はい、デザートですよ。デザートにね、移りたいと思います。さて、何を食べますか、お嬢さん。何でもいいから早く。じゃあどれ。これ、いちご。はい、いちごね。いちごだね。普通。じゃあ私はね、この米粉オールドファッションっていうね。あんた、あんた、美味しいよね。こちら、もうこれ大好き。オリジナルグレーズド。これもう大好きだよ。これと結婚するわ。いただきます。なんだろうね、これ本当に。このドーナツも半分残して本当でお腹いっぱいで、ちょっと後で食べたいと思います。ね、明日からね、英語、言ってなかったけども、英語と、まあダイエットやっていこうぜ、兄貴。はい、ハイファイ、ハイファイ。お前アメリカだったら殺されてるぞ今が。 Yeah bro、 Thank you bro、 Thank you bro。 グッドボタンよろしく。絶対卵ダイエット失敗するって思った方はグッドボタンよろしく。違うな、ユージだった。ユージ頑張ってね。ダイエット頑張っていい体見せてって思う方はグッドボタンよろしく。チャオ。